内田彩 J カントリー。皆さんこんにちは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽をお届けする30分です。そろそろ梅雨かなという感じですけれどもね、ジメジメしつつも、なんやろ、まあ雨の日は雨の日で良かったりもしますしね、あのジャーって降るのちょっと困るけど、まあ梅雨のシーズン楽しんでいきましょう。はい、さあ皆さんからね毎週いろんなメッセージいただいておりますけれども、質問もねたくさん来ておりまして、結構溜まってきてるな。ちょっとずつ紹介していこうと思います。財布の中身13円さん、あやさんこんにちは。こんにちは。質問です。アメリカは日本と違ってみんなが入る国民皆保険、健康保険の制度はないと聞いたことがあるんです。ですので病気や怪我でお医者さんに行ったら高額な治療代金を支払わなければならないのでしょうか、または自主的に入る生命保険で補うのでしょうか、よければ教えてください。私が答えていいのかどうなのか分かんないですけど、よく私もまだ分かっていないっちゃ分かっていないんですけど、ざっくり言うと確かに日本人でね、みんな国民健康保険だとか、ね、会社の保険とか入ってますけれども、アメリカの人たちは本当に人それぞれで、とりあえず病院行ったらみんなね保険証とか出しますけど、なんか、ね、よくわかんないんですよ。みんな値段違うんですよ。で後から請求が来るっていう、それこれもねちょっと私もはっきりよくわかんないんですけど、とりあえず病院行って帰ってきて何週間後かに請求が来るみたいな。で、まあ、例えばですよ、例えばお医者さんに行って本当だったら、まあ、なんだろう、1000ドルぐらい、1000ドルって言ったら、まあ、1ドル100円で考えたら10万円ですわ。10万円かかってたけど、それを保険会社とそのお医者さんのところがすり合わせをして、結局、まあ、150ドルでいいよみたいな、で150ドルの請求が来るみたいな感じで、病院行ってその行った時にとりあえず払うお金っていうのがあったりするんですけど、これもちょっとよく分かってない、私よく分かってない、払う時と払わん時があったんでね、まあそんなんがあって、で数ヶ月後じゃない、数週間後とかそんなんにまた請求書が届いて、じゃじゃーん、いくらでしたみたいな、どんなドキドキやねんって話ですよね。早言うてくれて、最初から言うてくれって感じなんですけど、そんな感じなんですよ。でその保険もやっぱり勤めてる会社の保険だとか、まあ、個人で入らはる保険だとか、もう本当に人それぞれで、ね、時たまやっぱ入ってあらへん人とかもやはるらしいんですよね。でもしもそういう時にもう病気でもかかろうものならば、なんやろ、もう自己破産ぐらいのレベルもあるらしいですよ、聞くところによると。本当にね、私もうね、アメリカはとにかく高い。救急車呼ぶのも何十万とかかかるんちゃうかな。日本ってね別にお金今かかるかからへんっていうちょっと議論が始まってますけども、アメリカはもうとりあえず救急車呼ぶのもほんまに呼んでいいのか、呼んだら何十万かかるぞみたいな、そんな勢いで呼ばへんとあかんっていう、なのでまあそこら辺ね、保険とか健康保険関係はやっぱり日本の方が安心やなっていうのありません？病院ちょっとでもね、なんか気になるとことかあったら普通に行けたりするじゃないですか、日本やったら。だけどアメリカはね、結構そんなちょっと気になるからって行けない。でも何歳か、何歳だったかな、60何歳からかはそのお金がほとんどいらんくなるんですよね。まあそれもよく分かってない。それも全員なのかもよく分かってないですけど、なんかそんな感じらしいですよ。うん、まあ、まだまだ私もこれから勉強しますけど、とりあえずアメリカに住むなら健康でいるのが一番やっていうことはもう身に染みて分かりました。はい、とにかく高い。一回行ったらもう1万何千円は絶対取られるなっていう覚悟で病院行かへんとあかんって感じです。はい、まあ、そんな感じで皆さんいろいろまたメッセージ質問送ってきてください。私のふわっとした感じで全然確定的な断定的なこと言えないですけど、ふわっとした感じでこうちゃうかなみたいな感じでお答えいたしますので、はい、お待ちしております。ということでですね、今週のメッセージテーマは父の日のプレゼントということでね、事前に皆さんからメッセージいただいておりますけれども、今年は、6月16日日曜日が父の日ですね。はい、皆さんお忘れのないように
よく忘れられる父の日でございますけれども、というわけで皆さんの、ね、メッセージも紹介していこうと思います。そしてメッセージを送ってくださった方の中から毎月抽選で5名の方に内田彩サイン入りメッセージカード、そして BS ファインのサンプルリストバンドリパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、欲しい方は住所とお名前も一緒に書いて送ってきてください。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。この番組はキルガン盤浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。鴨繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キルガン盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、鴨繊維株式会社。内田やアルバムあなたの板町、アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩ジェイジェイカントリー KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守るキルガン盤浴 BS ファイン。さあ今週もこの方とお電話がつながってますよ。 BS ファイン鴨繊維株式会社会長の角野光俊さんです。もしもし。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。6月に入りました。角野さん、タイに行ってらっしゃったとお伺いしたんですけれども、はい、そうなんです。5月の末から6月の頭までタイに来たんですね。あ、そうなんですね。実は10年前から、はい、タイで販売をしてまして、はい、タイの百貨店で、はい、で、最初は、伊勢丹の百貨店の中に、はい、で初めて販売したんですね。うん、まあタイでは売れるとは思ってなかったんですね。暑いですから。タイそうですよね、ずっと暑いところなんで、まあキルガン盤浴ね、こんなところで絶対に売れないだろうと思って、家を守るってね、うん、でタイにその10年ほど前に行ったことがあったので、はい、久々にタイが今どうなってるかそれが見たくて行って、はい、まあ販売をしたら、はい、実は160万ぐらい売れたんですよ。すごいですね。で私、はい、英語も堪能ではないので、はい、本当に片言の英語で話をして、はい、これもっときちっと BS ファインのことを説明したら売れるなと思って、トークショーをしようということで、はい、通訳の方をお願いして BS ファインについてしっかり説明したんですね、はい、そうしたら実は300万以上売れたんです。じゃあやっぱりタイの方も体の冷えっていうのが分かってらっしゃった。タイの方は冷えてるという感覚はないんですね、はい、だから冷え性とか低体温ということはそのものがないんですよ。そのものがない。で家には体温計もないんです、ね、そうなんですね。ところが、はい、外気温は私が行った時には38度で室内は20度なんですね。寒い。すごいですね、温度差が。だから、室内、まあ、オフィスビルの中なんか見てみると、はい、フリースを着て仕事をしている人は普通にいるんですよね。フリースですか。で、そういう寒いオフィスで働いてフリースを着てることがステータスなんです。そうなんです。なんかよく考えられないですね。そうです、そうです。それで、まあ、きちっと話をしたら売れ出したっていうのが、まあ、経緯で、それからタイの伊勢丹に実はインショップができたんですね、はい、でそれからずっとまあ通ってたんですけども、ただ、まあ、伊勢丹さんが撤退したりして、はい、東急百貨店さんとかに入ってたんですが、うん、いよいよ日本の百貨店がなくなってしまったので、あ、そうなんですね。今は、サイアムパラゴンという現地の百貨店さんに入ってるんですね。あ、そうなんですね。すごい、うん、いい百貨店さんに。そうです、そうです、うん、でまあ、そこで今トークショーをやってるんですが、はい、大変面白いことがあって、はい、10年前からお話をまあさせていただいてるんですけども、その時のお客様に未だに来ていただいてるんですね。やっぱり分かった方はもうずっとリピートで来てくださるんですね。そうなんです、うん、だからなんか BS ファインってキルガン盤浴なので暑い暑いとやっぱり思われてしまうと思うんですね、はい、ところが暑いのではなくして、暖かくてもその体の冷え方が違う商品なので、はい、そこが理解されると
皆さん BS ファインが手放せなくて、なってくるわけなんですね。だからその初めての人はサンプルのリストバンドなんかをお配りしているので、はい、つけていただいてもあったかいけど汗かかない、うん、それにまずびっくりされるみたいですかね。やっぱりタイの方っていうのは私のイメージの中では暑い国でずっと何でしょう、まあ、冷房はガンガンでしょうけどそんなに冷えに対して意識的じゃないんだろうなと思ってましたけど、はい、やっぱり分かると、あ、自分自身の体が冷えてたんだっていうふうに冷え対策に意識が向かれる方がたくさんいらっしゃるっていうことですよね。今回はどうでしたか？今回は、いつも来ていただく方だいたい6割ぐらいは毎回あの私が行くのを PR していただいてますので、はい、皆さん集まっていただくんですね。で10年来来ていただいてる、まあ、私どもの商品着用していただけるお客さんも来ていただいてて、はい、単なる BS ファインだけではなくして健康のためにはやっぱり心と体をきちっとしないとダメですよ、その理由はこういうことですよって話をさせていただいたんですね。でそうしたら、はい、そのお話が終わって、はい、ご質問がある方って言ったら、はい、60過ぎの女性がパッと手を挙げられたんですね、はい、でその方がどうぞって言ったら前まで出てこられて、はあ、マイクを貸してくださいって言われるんですよ。はい、えって言ったら自分の体験を15分ぐらい話をされだしたんですね。すごい、で私本当に冷えで困ってたんだけど BS ファインを着用するようになって、はい、汗も違うし夜も眠れるし、これ本当に皆さん来た方がいいよって言われてしまったんです。すごいですね、マイクを握って15分演説。そうです、ええ、でその方実は大学の元教授なんですね。あらー、すごい方が。そこにだいたい30名余りの方がお話を聞いてて、はい、聞いていただいたんですけど、うんうん、実は全員買われたんです。はー、すごいですね。だから本当にやっぱりコツ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 ずっとやってきて、まあタイも今回ね38度ぐらいあったんですけども、はい、そういって本当に冷えに困っている方にお役に立ち出したということは本当に嬉しいです ね、 ねえ、なんか本当にまさかっていう場所でもやっぱり悩んでらっしゃる方その悩みに気づかれたっていうところですよね。そういうことですね。だから国を問わずにいろんな方に BS1 が役に立っていることが本当に良かったですね。嬉しいですね。いやこの BS ファイン本当にまあこれからね日本も夏どんどん暑くはなっていくんですけれども、そういう時こそ実は冷房とかで冷え出して、そうですそうです、ね、気づいてない方、実はいらっしゃるんでしょうね。日本にたくさん夏の方が体が、うん、にダメージが多いわけですね。あ、だからその時にやっぱり体を冷えない冷やさない、はい、っていうことが重要で、あの汗をどんどんかくわけではないですからね、体の冷え方が違う、体温保ってるだけなのでね。そうですね、どんどん熱くなるものではないですしね。はい、そこがポイントですね。へ、ぜひあの日本今年酷暑になりそうですから、はい、皆さんにぜひお使いいただいて快適に過ごしていただきたいですね。ね、汗のかき方も本当に全然違ってさらっとねした感触で本当に冷えから守ってくれて快適に、はい、もうこの私もねずっと着てますけども手放せないですよね BS ファインの商品でね。多分皆さんももうきっとその虜になること間違いなしだと私は思ってるんですけれども、その BS ファインの商品がですね、まず、神戸阪急でですね明日6月12日水曜日から17日月曜日まで、神戸阪急の9階で体感販売会が開催されます。ぜひ、ね、お近くの方行っていただけたらと思います。そして、今月22日土曜日に KBS ホールで開催されます美と健康欲張りフェア、こちらに BS ファインのお店出店されるんですよね。ぜひ来てください皆さん、はい、そして、はい、あのステージの方でもあの角野会長いろいろお話浩平さん薫さんとともに、ね、いろいろあるということなので、はい、楽しみにしております。こちら、はい、あまりを期待しないで楽しみですでもなんか、ね、いろんな中楽しいことがというふうにちょこちょこ私も小耳に挟んでおりますので、はい、そしてあの10時頃からですね本当に朝最初のステージということをお聞きしておりますので、ぜひ皆さんも朝一番から来ていただけたら嬉しいです。10時からですね KBS ホール、はい、6月22日土曜日ぜひお越しください。そしてあの私内田彩も BS ファインのお店の方に店頭に立ちたいと思っておりますので、
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。私も本当に一ユーザーとして皆さんにね、いろいろお話できたらなと思ってますのでね、私にも会いに来てくださったら嬉しいななんて思ってます。そしてね、はい、いろんな商品が載っている無料のパンフレットございますので、まずは皆さんお問い合わせください。BS ファインのパンフレットともにサンプルリストバンドも1枚セットでお送りいただけますよ。キルガン番薬 BS ファインのお問い合わせ先です。0120-259-789 0120-259-789カモ繊維までお問い合わせください。そしてもちろんホームページもございますので、インターネットでキル岩盤浴や BS ファインで検索してみてください。レディースメンズ、いろんなね商品だとか、あと寝具なんかもございますしね、肌着、レッグウォーマー、ウエストウォーマーなんかもね、ぜひ見ていただけたらと思います。ということで、また角野会長、いろいろ来週もお話聞かせてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。内田屋 J Country KBS 京都からお送りしています。ここで一曲お聴きください。内田彩で君には笑顔がよく似合う。私内田彩がアメリカ生活で見たこと、聞いたこと、感じたことを交えつつ、皆さんのメッセージ紹介していこうと思います。今週のメッセージテーマは父の日のプレゼントということですけれども、アメリカもファーダーズデーってあるはずなんですけどね。マダーズデーはもちろんありまして、皆さんなんやかんややってはりますね。父の日ってどうなんやろう、あんまり記憶にないな。どうやったんやったかな、去年のことあんまり覚えてないな。はい、まあそんな感じで、日本もそんな感じになってきているんでしょうか、どうなんでしょうか。財布の中身13円さんは、この前の母の日は娘がカーネーションの花束を花キューピッドで届けられて、嫁は感激していました。父の日も期待も何もしていません。
昔はネクタイとか靴下なんかもらった記憶があるんですが、娘も息子も東京に住んでいるので気にしていないかもしれませんし、なしでもともとだからと思いながらも待っておりますと。ちょっと期待してるって感じですね。父の日ってそんな感じなんかな。確かに私の家もそんな感じですね。さらっと流れてきますよね。あついでさんは、娘たちが子供の頃は肩叩き券やおめでとうメッセージを書いた紙をもらい嬉しかった思い出があります。今は高校生になりなかなかもらうことはなくなりましたが、時々は一緒に食事に付き合ってくれてます。それだけでも嬉しいです。そうそうそう、もうなんかね、その日だけっていうより もう普段からそんな感じっていうのがいいですよね。私もそう思います。なんやろ、自分自身も、まあ、例えば誕生日やからとか、なんちゃらの記念日やから、どやこやみたいな感じよりも、日常でね、なんか食べたい時にそれを食べに行くとか、欲しいものがあればその時に買うとかね、もうそのこの記念日やから、このなんちゃらやからこれを買うみたいなことはあんまりしないタイプですね、私は。はい、もうその時々で必要なものを、食べたいものをみたいな、そういうタイプでございます。はい、まあ、皆さん違うかもしれないですけれどもね。はい、やまやんさんは、父の日のプレゼントにお小遣いを渡したことがあります。お父さんのお小遣い、日頃夜勤で肉体を酷使していたので、そんな父をねぎらうためにささやかながらお小遣いを渡しました。大変喜んでくれて私も嬉しかったです。そんな父は昨年亡くなりました。もう父の日にプレゼントを渡すことはできませんが、火葬したその日に遺骨を抱きながら母と一緒にマイカーで東京湾を回りました。これが最後の父へのプレゼントになりました。あら、東京湾、なんか海が好きなお父さんやったとか、その東京湾にいろいろ思い出があったりとか、そんな感じだったんですかね。うん、ね、でもきっとお父さんもね、喜んだはったと思いますよ。ラジオネームアンさんは、この方も、父は亡くなりました。父の日になると父を思い出しますね。まあこうやってそういう日にね、お父さん思い出すっていうのもね、またそれはそれで一つのプレゼントかもしれませんよね。ジョニーさんは、忘れられがちな父の日ですが、長男次男夫婦から毎年プレゼントは届きますよ。ほら、プレゼントが無駄にならないようにリクエストした、暑い時期に愛用している膝丈までハーフパンツ2本と、長男からは見たい映画のペア鑑賞券を早めにもらいましたよ。いいですね、もうちゃんと欲しいものを先に言う、これいいですわ。あのね、ちょっともらっても、ああ嬉しいけど使わへんなとかね。ね、そうやったらもう先に言っちゃうっていうパターンね。まあ、家族同士やし、こういうのいいんじゃないですかね。もう言っちゃおう言っちゃおうって感じで。小娘藤乃山さんは、今週のテーマ父の日のプレゼントですが、息子たちから今年はウイスキー好きの私にジョニクロをプレゼントしてくれました。ジョニクロといえば50年近く前に何度か接待で飲んだ覚えがありますが、高級ウイスキーというイメージがあり、あれ以来飲んでいません。ですからすごく嬉しいです。少しずついただきたいと思っています。ちなみに今はジョニクロもお買い求めしやすい価格になっています。皆さんもいかがですか、美味しいですよと。あやさんはウイスキーを飲まれますか。飲みません。はい。まあ、これもね、あの飲みたいやつ食べたいやつっていうところのね、言うてもらうっていいじゃないですか。お酒関係やったら、ラジオネームやぶれがささんは、普段毎日第3のビールを飲んでいるので、父の日だけでいい本物のビールを飲ませてください。飲ませてあげてください。はい。鴨川ギャルさんは、父の日のプレゼントはネクタイと黄色のバラか靴下とバラの花でした。あら素敵。リタイアしてからは出かける機会が多く、ちょっと派手な色のポロシャツでしたね。いいですね、そんなあの普段買わへんような感じのちょっと派手なやつ着てもらったし、じゃあこれ着ていこうかみたいなね、そういうきっかけもいいですよね。ここらいつも青春さん、もうこの年になって父の日のプレゼントは期待していません。以前は息子からプレゼントで純米大吟醸のお酒をもらいました。娘からのプレゼントはベルトをもらいました。最近は2人の孫から歩数計をもらいました。嬉しいですね。あら、でもじゃあいつもこうやっていろいろもらってはったらね、嬉しいですね。まあ期待せずともちょっと期待しながら待っときましょう。うん。ミーミーさんは、父はお酒が好きだったので父の日にはウイスキーを送っていました。主人もお酒が好きなので、娘や息子から父の日にはビールやウイスキーをもらっていましたね。でもビールはすぐに飲みますが、ウイスキーはもったいないと言ってなかなか飲まないんです。数年前に娘からもらったウイスキーはまだ栓を開けず、リビングボードに飾ってありますと。じゃあそうやってちょっと置いといて、またいつの日か開けて、ね、喜びをかみしめながらいいじゃないですか。トワイライトムーンさんは、
父の日を前にして長女からお祝いメールを、次女からはショルダーバッグをもらいました。いいじゃないですか。結構皆さんなんやかんやねもらってはりますね。彦根城太郎さんは、私が父親にプレゼントをした記憶は全くありません。でも私は娘夫婦から毎年プレゼントもらっています。圧倒的にビールが多いんですが、ビールやっぱ人気ですね。私自身シニア野球をしているので、時々グローブとかバッグなど野球用具をプレゼントしてくれます。今年はスパイクをプレゼントしてくれるみたいで、先日足の大きさを聞いてきました。ちょうどくたびれてきたところなので楽しみにしていますね。こうやってあの普段使うものももらえると嬉しいですね。まこっちゃんさんは、今から10年前に84歳で亡くなった父ですが、元気な時は毎年洋服をプレゼントしていました。父親は新しい洋服は自分で購入したものも含めすぐに着るタイプで、すぐに着て喜んでくれていたのですが、そのうちの何着かは今自分が着ています。いいね、いいですね。一緒に共有、思い出も共有、素敵でございます。はい、たくさん皆さんメッセージありがとうございます。さあ今年の父の日はどんな感じでしょうかね。楽しみですね。引き続きお付き合いください。内田や J カントリー。カモ繊維という会社をご存知ですか。日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、カモ繊維株式会社。内田やセブンスアルバムミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田やセブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田やオフィシャルウェブサイトにて。内田やジェイジェイカントリー、 KBS 京都からお送りしています。さあお届けしてまいりました、内田彩 J カントリー。メッセージテーマ今週2つ募集いたしますので、来週の月曜日ぐらいまでに送ってくださると読めるかなと思いますので、ぜひ送ってきてください。まず1つ目は、アジサイ見るなら、アジサイ見るなら、もうアジサイが綺麗な季節に、ね、なってきましたよね。歩いてるだけでもちらほらといろんなところで見かけますけれども、皆さんのおすすめの場所ですとか、こんな種類があるよ、いろんな、ね、種類もありますしね、アジサイも色とか形とかね、まあ、こんなあるよとかね、何でもアジサイの思い出でも結構でございますので、アジサイ関係、アジサイ見るならということで、メッセージ送ってきてください。そしてもう一つは、冷麺の美味しい店、冷麺の美味しい店。もうこの季節になってくると冷麺食べたくなってきますね。皆さんの周りで この冷麺美味しいねんとか、ここ有名やでとかね、あの冷麺の美味しいお店情報を教えてください。でこんな冷麺なんやでみたいな感じで教えていただけるとね、楽しいかなと思いますので、お待ちしております。アジサイ見るなら、そして冷麺の美味しいお店、この2つを、来週月曜日までに送ってきてください。メールの宛先は aya@kbs.kyoto、 全部小文字で aya@kbs.kyoto。 ファックスは 075-431-2300。 また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージ送っていただけます。メッセージ送ってくださった方の中から毎月抽選で5名の方に、内田彩サイン入りメッセージカード、そして BS ファインのサンプルリストバンド入りパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、欲しい方は住所とお名前も一緒に書いて送ってきてください。さあそしてあの私のね、普段の様子、ラジオの様子なんかは私のブログ、内田彩青い空ブログ、内田彩、彩はひらがなで検索してくださいね。そちらに載っておりますので、載せておきますので、また見ていただけたらと思います。というわけで皆さん、また来週夕方5時30分にお会いいたしましょう。お相手は内田彩でした。バイバイ。この番組はキル岩盤浴 BS ファインカモ繊維の提供でお送りしました。